ープンフィンガーグローブマッチ、山口優馬 VS 伊藤澄也。第10試合です。オープンフィンガーグローブマッチ、今日の2試合目ということになります。63kg 契約、伊藤澄也対山口優馬の一戦です。この試合の解説も引き続きミスターライズ結城さん、そしてブラックパンサーベイノア選手、オープンフィンガーといえばこの人ヤーマン選手、さらにゲスト解説大原優乃さんに入っていただいています。さあヤーマンさん、はい、先ほどのオープンフィンガーでよりこの空気感というのが盛り上がりましたからね。いやもう殴り合えって感じですよね、さっきの試合で、はい、でもユーマ選手はよくこの試合受けたなと思いますよ。そうですか。あの本人5連敗してるじゃないですか、はい、で伊藤澄也選手のオファーを受けるってあの本当に狂ってますよ。そうなんですね。ユーマ選手そうか、5連敗って感じしないですね。なんかもう最すごい試合をしてるっていう印象が強すぎて、普通だったら多分断るじゃないですか。確かに勝てる相手とやりたいじゃないですか、5連敗してたら、うん、ここで伊藤澄也選手のオファーを受けるってこっち狂ってますよ。やった感覚的にはどうだったんですか、それぞれとやって。やっぱあのユーマ選手はやっぱ打ち合いビビらないんで怖いっていう感じ で、 なるほど。で伊藤澄也選手はあのカウンターするのがうまいんですよ、めちゃめちゃ。だからどうなるんだろうって、そのカウンター対攻撃でちょっと今カーフも効いた感じありましたし、ヤーマンさんもちょっとカウンター合わされるような感じで伊藤選手には倒されましたね。そうですね、多分あれずっと狙われてましたね、はい、特にあのストレートがうまいですよね、はい、伊藤澄也選手は。今もポツンと入りましたね。伊藤澄也、そして緑のトランクスが山口優馬です。大原さんも、もうあのヤーマンさんにいろいろ質問なのなんだろういろいろしてみて。はい、これは自分も質問していいですか。あ、もちろんです。やっぱ強い男かかっこいい男だとどっちの方が好きかなっていう。いや、気になるですね。あらうわ、打ち合い倒した、やば、行きましたか。いやすごいすごい、変なこと聞いてる間にちょっと言いますよ、はい、いいんです、いいんです。一瞬ふわっとした時に、はい、試合に集中しましょう。いやちょっと今すごかったですよ、一気に爆発しました今、はい、すげえ。いやだからオープンフィンガー大原さん、もう何がいきなり始まるか分かんない状況ですね。目が離せないですね、はい、でもなんかユーマ選手なんかすごい動き良くなってますね、うん、前回の試合と比べて全然違いますね、はいはい、前回ちょっと動きそんな良くなかったなと思って見てたんですけど、なんか今回スピードが違いますね。おー、でもジャブ速い。ユーマ選手結構顎引いておでこで受けてるんで、はい、非常に受け方上手いですね。あー、なるほど。まずダウンを奪ったのは山口優馬でした。山口優馬は5連敗中、2019年7月森一馬戦以来およそ3年ぶりの勝利になるかという今日の一戦です。そうなんだ、はい、おー、でもすごいな。あー、パーチ効いたっすね。効いてますか、効いてますね。ダウンは取られていませんが、あ、もう力入ってないですね、左足に。左のふくらはぎですね、やっぱり避けるような仕草。あー、もう、おー、それでも左足もうほぼ効かない状況なのに振ってくる。効いた、効いてる。今右入りましたね。そうですか、山口優馬のが、はい、伊藤澄也のが入りました。伊藤澄也のが入りました。ちょっと揺れましたね。うぇー、はい、第1ラウンドを通じました。すごい、第1ラウンドからやはりオープンフィンガーは何があるかわからない。ちょっとこう脱線した話なんかするとすぐこう変わってきますからね。そうですね、試合に集中しないとダメですよ。ちょっとやめてくださいよ、変な話振るの。ごめんなさい。いやでも今しかないんじゃないですか、聞くなったら。そうですね、まあ試合になっちゃうとあれですもんね、はい、そうですね。でさっきの続きなんですけど、まあ、どっちの方が好きなのかなっていうのは気になるですね。い強い男性はかっこいいですね、はい、強い男性かっこいい。私もトレーニングとかしてるんですけど、かっこいいなと思います。キックボクシングとかもやってるんですか。あ、少しだけやってます。ちょっと今度一緒にやりましょう。お願いします。挟んで、そうな挟んで俺も仲間に入れろ。キックさんも入ってきましたね。じゃあみんなでやりましょう。贅沢だ。ゲスト解説大原優乃さん、そしてブラックパンサーベイノア選手、ミスターライズ結城さん、そして
ジャーマン選手ですが膝飛んできました。今ピンポイント入ってるの見ましたけどね、あの結構ユーマ選手やりづらいと思いますよ。あの伊藤澄也選手スイッチするんですよね、はい、右前左前って。またこれ今左に、はい、でスポースタイル、そうなんですよ、これで距離感めちゃくちゃ変わるんですよ。そうなんですね、こういつももらえないパンチを結構もらうんですよね、こうスイッチすると。ユーマ選手バーってパンチで前に出るのすごいですね、あれハマってますよね結構。第1ラウンドはそれで1回伊藤澄也からダウンを奪っています山口優馬。前に距離詰めるとただ一旦この休憩を挟んで、先ほど食らったカーフの左足のダメージがどうか。結構あの伊藤澄也選手 の印象として結構後半あの落ちるイメージがあるんですよね、はい、あの多分スタミナの問題で結構後半落ちるいつも試合の印象があって、はい、まあ、ユーマ選手はどちらかというとずっと同じペースでやり合えるんですよ、ね、そこが右、はい、頭入りましたね、すごい音だ、入れたんじゃないですか多分今右思いっきり頭蓋骨投げて当たりましたね、はい、右の拳ちょっと多分痛めたっすね。なるほど、膝がうまいっすね。これは本当にものすごい薄いグラブですもんね、山さん。そうですね、本当すぐ折れちゃうんで、はい、頭殴ると。でもやっぱりそう考えると山口選手やっぱあんだけ顎引いてるから、うん、で、あの伊藤澄也選手の右のパンチの攻撃が少なくなったんですよ。確かにそうですね、多分痛めたんですよ、ね、ちょっとやられたというかもう行ってる可能性ありますか。多分これ行ってると思いますね。自分も前回の試合伊藤澄也選手って人、はい、右の手折れちゃったんですよ。あ、そうなんですね、はい、右フックで拳だけじゃなくて手首とかどうなんですか。右の親指が折れちゃいました。親指が、はい、親指ちょっとこう出るような形になってますね。そうなんですよ、はい、総合の選手とかで山口優馬選手も右の親指折ってるんですよね。多分スミヤ選手は多分これ右手使えなさそうですね、うん、小原さん出てないですね。先ほどの、まあ、鈍い音もすごかったですもんね。あ、もうなんかあからさまっすね。出てないですね、ゆきさん、これもう完全に出てませんね、右がね。出てないですね、はい、で今スイッチしました。あ、ちょっと多分当てないように打って、そうですね、今完全に反らしましたね、はい、スイッチ、おー、でもパンチどんどんいってほしいですね。ユーマン、いけユーマン、これユーマンがいくか。ユーマン、お山口ユーマ選手が、やっぱユーマンがここ一気に詰めてパンチでいくと、はい、打ち合いの展開になりますからね。すごい、これね、あの山口選手の解説の時に、はい、ユーマンっていう名前がね、山口ユーマ選手出たんですよね、ベイノワさんね。ユーマンですよね、はい、ユーマンで、ヤーマンからのユーマンっていう感じで、全員あの自分に負けた選手は全員なんとかマンにしなくちゃいけないみたいな。じゃあ、泉谷選手は何マンなんですかね。何マンなんですかね。伊藤マンだとちょっと違いますよね。すごい難しいですね。泉谷マンのところだとまた泉谷マン、泉谷マンになっちゃうんですね。泉谷ちょっと違いますね。泉谷マン選手になっちゃう。どっちが本当のみたいになっちゃうんですかね、また。まあでもなんかこの試合、あれですね、はい、結構多分伊藤澄也選手が右の拳を多分痛めて多分右使えないんで、結構ユーマ選手があの優勢に進めていくのかなとは思います。で、まあ伊藤澄也選手が勝つってなるとカーフ効いてるんで、カーフを徹底的に攻めていくしかないのかなって思います。下から行くしかないという、はい、ちょっとバッチバチで男臭いんで、一回ちょっと大原さんの声聞きたいですね。一回これ試合中とかって、はい、セコンドの方とかの声とかって入ってるんですかね、今の。なんか断片的に入ってきますね、こう技の名前だけみたいな。うわー、ユーマン、ユーマンがいっか。いや、ユーマンは受け方がいいですね、パンチの受け方がいい。全部おでこと頭で受けてるから、あご引いてるんですね。引いてる感じはしないですね、はい、ちょっとボディ効いたんじゃないですか。スミヤーマンの蹴りもやっすね、これスミヤーマンは蹴りでやっぱ来てますね。パンチ対蹴りの様相になってきました、第3ラウンド。でもこれスミヤ選手は行かないと、もうダウン取られてるんで。そうですね、はい、1回ダウンを取っているのは第1ラウンド、ユーマン。ユーマンは結構足力入ってないんで、はい、いやもう喧嘩っすね、マジ。スミヤーマンはもっと攻めないと、はい、もう行かないと負けちゃうんで。うわ、ここで出てくる
おお、右出してきた、杉山聞いてますね、お互い。大丈夫ですか今の子。おお、膝だ。大原さんどうですか。いや、圧倒されてます。でもお二人とも目の強さが変わらないのがすごいですね。ありがとうございます。声ありがとうございます。いやー、そうです。スリアーマー行かなきゃいけないですもんね。そうです。ポイントできるの。おお、ここ行かないと。ちょっと揺らか。一分半。どうなる？ユーマン、どうだ？おお、どうなる？聞いた聞いた聞いた。ここで聞いた。さあ、指が目に入るか。タミングや。一旦ここタイムストップです。まあ、これは仕方ないですね。まあ、オープンフィンガルがあるんですね。そうですね。結構入っちゃうんですよね。セザルを、まあ、入ってしまうの仕方ないというところではあるんですが。山瀬実際入ったことありますか？自分でやれたこと。まあ、試合の時はないですけど、練習ではやっぱりありますよね。やっぱ打ち合いしてるとこう親指とかこう出ちゃう、ね。そうですよね。そこが怖いよね。どうなんですかね。今のリプレイあたりですか。分かんないですね。でもまあ何か聞いたっていう感じでもないし、はい、まあ確かにね、おそらく入ったんでしょう。ちょっと目が開けられないかもしれませんかね。あ、血出てます。あ、ちょ、あ、でも開いてることは開いてますね。これ山さん、改めてサミングっていうのを大原さんに説明していただいてもいいですか。通常のグローブって全部拳が覆われてるんですけど、オープンフィンガーやっぱ指出てるんで目の中に指が入っちゃうんですよ。まあ、それで今指がこう目つぶしみたいな感じで入ってしまって、やっぱ痛いんですよね。それで今止まってるみたいな感じですね。ドクターストップ。あー、やばい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 。あーですよね。あー、結構ここでドクターストップ。ここまでの判定かな。サメラウンドですから、ここまでの段階での判定を行います。なるほど。ドクターストップですね。ここまでの段階での判定ということになります。いやー、ただやはり山口ユーマとしては最後まで戦い切りたかった。ここで、まあでもね、最後こういう終わり方でしたけど、はい、すごい試合でしたよ。半端じゃないっすよ。すね、これも大原さん、はい、男と男のなんかそのプライド、はい、目の話もね、先ほどこう目が死んでないっていう話もありましたけど、はい、どうですか。いや、なんか全てをかけて戦われてるんだなっていうのが今すごく伝わりました。あれ、なんで山口選手降りてるんですかね。あ、山口選手にはまだ、はい、まだ伝わってなかったんでしょうかね。ここで判定です。まあ、ここまで、あんだけ打ち合わせたら多分何言っても伝わらないですよ。あ、そうですか。自分も試合終わった後何も覚えてないですもん。とんでもない打ち合い。3ラウンドの途中までと、ここまでの判定ということになります。先ほどおよそ1分20秒残してましたかね。まあ、でもダウン取ってますから、はい、山口優真が一度第1ラウンドにダウンは奪っています。彼が言うように勝敗じゃないでしょうね。うーん、それでは判定結果をお知らせいたします。ジャッジ小川29対29ドロー ジャッジ和田 29対28赤山口。まずは山口の黒。ジャッジ大和29対28、割れた。赤山口2対0。山口優馬、2019年7月森一真戦以来およそ3年ぶりの勝利をつかみました。連敗これで5連敗でストップです。優馬ですね。いや、なんか男っすね。いや、どっちもかっこいいっすよ。いや、でも最後まで見たかったっていうのはあるんですけど、まあしょうがないっすね。すごい男の戦いを見ました。ゆきさん、最後の山口優馬選手のあの涙というのは、そういういろんな悔し涙というところでしょうかね。そうですね、やっぱり、まあ、勝敗じゃないって本人も言ってますし、はい、最後まで盛り上がりたかったんじゃないですかね。まだ倒せるという自信もあったでしょうし、はいはい、まあ、そこが残念だったんじゃないかなと思うけど、でも素晴らしい試合でした。大原さん、久しぶりの勝利になりました。あ、やっぱこれ見ると指が入ってるんですね。
この角度だとちょっと分かりづらいんですが、先ほどの角度が小指が入ってたようにも見えました。まあでもやっぱりね、選手守るのがドクターの仕事ですから、はい、まあ、ここはね、きっちりと止めて次の試合また挑んでもらいたいですね。最後はかっちりと握手をしてというそんな一戦でした。さあこの次はお兄さんが登場します。